ありがとうございます。私が深澤さんだなと申します。今明治日本語学校の学生です。今日は日本のアニメについてお話しします。皆さん、私の名前を聞いて一つのアニメのキャラクターのことを思い出しましたでしょうか？はい、そうです。私の名前は今日本で人気があるのアニメ進撃の巨人の主人公ミカサ・アクアマンと同じく深澤さんだなです。今頃皆さん私のことハーフだと感じましたか？ですがそれはありません。私は完全にバングラデシュ人です。私の名前のおかげでアニメを見ることが始まりました。ある日学校の同級生が、ねえねえ知ってる？君と同じ名前のアニメのキャラクターいるよ。もしかして君の親が日本人なの？それともこのアニメから君の名前を選んだの？ですが残念ながら親は日本人どころか日本のこと何も知りませんでした。そしてやっぱり自分と同じ名前の主人公があるアニメに興味を持つのが当然でしょう。その好奇心が私をアニメに紹介しました。それから今まで300くらいアニメを見ました。漫画も400以上読んでいます。皆さん、デスノートやワンピースのこと知っていますか？あとハイキューもセーラームーンも銀魂もソードアートオンラインもこれら全部日本で人気があるアニメです。皆さんの好きなアニメは何でしょうか？私の好きなアニメはナルトとハイキューと約束のネバーランドです。そして私の一番好きなアニメのキャラクターはハイキューのニコマコーコのクローテツル君です。彼のこと大好きです。そして今ここでハイキューを見てない方々はぜひ見てください。とても面白いですよ。アニメは私にとってただの暇つぶしではなくて私と日本をつなぐ唯一の方法です。そしてアニメは私の人生で大きな影響を与えました。日本語の勉強もその一つです。最初にアニメを見たとき何も分かりませんでした。英語の字幕を使うとシーンが見えなくなって、シーンを見ると字幕が読めなくなってもう苦しくて、やっぱりこの言語を習おうと決めました。これ以外にもアニメから学んだことたくさんあります。ゲーオンというアニメを見て、そこで女の子たちでバンドを作ったのを見て、私もギターを弾くことが始めました。コロコロバスケを見て、バスケットボールの面白さを知ってから、私もバスケットボールを始めました。4月は君のお世話、バイオリンとピアノのクラシック音楽のアニメです。そのアニメを見て、初めてクラシック音楽の美しさを知ってから、私もバイオリンを弾きたかったんですけれども、それは時間がなくてできませんでした。でもアニメから学んだ一番重要なものは絶対に諦めないの根性と人間感情です。ナルトアニメの主人公渦巻きナルトがよく使う隠喩、自分の心はまっすぐ曲げない、それは俺の民族だ。この言葉がいつも私を励ましてくれます。日本の元テニス選手松岡修造さんの諦めないでという言葉も同じく励ましてくれます。私は落ち込んでいるとき、この温かい人の言葉を聞いて、いつも元気になっています。だから今まで諦めずに日本語の勉強できました。そしてアニメから日本の文化や生活についていろいろ知るようになったので、今日本人の友達ともちゃんと会話ができるようになりました。日本のお祭りとても楽しいですね。私の日本人の友達がお祭りでリンゴ飴とお好み焼きを食べている写真を私に送ったとき、すごく羨ましかったです。だから自分で日本の食べ物を作りました。ですがそれがうまくいかなかったです。紫色になって私さえ食べることができませんでした。だからいつか必ず日本へ行って日本の食べ物を食べたいと思います。はい、以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ナルトの中ではどのキャラクターが一番好きですか？ジラヤ先生という人がありますけど、その人が一番好きです。なんでその人が好きなんですか？その人は、そこで世界の平和のために自分の命まで捨てましたから、その人が一番尊敬してます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、三笠さんにご質問します。アニメを300本、漫画400を読んだということなんですけど、何歳ぐらいから読み始めたり見られたりしたんですか？3年前からです。1日どのくらいアニメとか漫画とか見たりしてますか？勉強の時間と寝るための時間しか全部それです。私の人生はアニメと漫画だけです。
あの自分で漫画を描いてみたいと思いましたか。私が絵描くのは得意じゃないんですけど、ジェラー先生が死んだ後あの絵を描きました。ありがとうございます。